オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。皆さん、こんばんは。オカルト研究家の中澤岳史です。本日はですね、私が愛してやまない怪奇オムニバスドラマ 世にも奇妙な物語、えー、膨大な、えー、作品があるんですけれど、この世にも奇妙な物語の中から、えー、私、中沢武志が、これだけは絶対見ておいてほしいというおすすめエピソード、えー、ベスト10を発表したいと思います。 世にも奇妙な物語といえば、ホラー、怪奇ものイメージが強いと思うんですけれど、そういった驚々しい話だけではなくて、笑えちゃう話とか、感動して泣けてくる話とか、いろんなストーリーがあるので、世にも奇妙な物語の魅力を堪能してください。それでは早速、授業を始めましょう。 なんでそもそも私、中沢武しが世にも奇妙な物語について語るのかっていうことなんですけれど、僕は普段、まあ、オカルトに関する活動で、まあ、生計を立てているんですけれど、まあ、その中でも、 オカルトっていろいろあるけれど、未確認生物、ユーマが自分は一番の得意分野なんですけれど、こういったオカルトのことを研究して、それを発表するっていう仕事の他に、自分はの、いわゆるエンターテイメントでもご飯を食べているんですね。まあ、あのユーマだけでご飯食べていくのも大変なので、他にもいろんなことをやっているんですけれど、例えば小説を書いたりとか、僕のデビュー作が初恋芸人といういわゆる恋愛小説なんですけれど、25、6歳の一度も 彼女がいたことがなくて、童貞の売れない芸人が、 ファンの女の子との間でいろいろ妄想してしまって、それがどう発展していくか、みたいな、そういった小説で実はデビューしてまして、これはでもありがたいことに、あの、NHK さんであの、ドラマ化とかもしていただいて、主演、江本時生さん、ヒロイン、元 SK48 の松井玲奈さんがヒロインを演じてくれて、小坂井和樹さんとかも出演していただいたんですけど、その後もライトノベルとかを書いていて、あとは脚本とかもいろいろ書かせてもらっていて、 これあの、ウルトラマンは出てこないんですけれど、ウルトラマンと戦った怪獣たちが主役の番組があって、特撮ドラマの脚本を書いたりとか、またあの、インドネシアの伝説の生物であるガルーダをモチーフにしたガルーダの戦士ビマ、まあ。向こうの言葉ではサトリア・ガルーダ・ビマっていう、インドネシアで放送されているテレビ番組の脚本も書かせていただきまして、インドネシアではドラえもんの裏番組だったと聞いております。視聴率はドラえもんといい勝負してたって聞いてたんで。 日本よりインドネシアでのがいい仕事をしている可能性もあります。 とにかく僕はそのオカルトももちろん大好きなんですけれど、エンターテインメントが大好きなんですね。だからそのネッシーとかツチノコとか、まああと、ユーマだけじゃないですよね。幽霊とか超能力とか宇宙人みたいなオカルトも楽しみつつ、やっぱ映画、小説、漫画全部大好きなんですよ。そんなまあオカルトとエンターテインメントでご飯を食べている私にとって、この世にも奇妙な物語っていうのは、オカルトを まあ日本においては一番エンターテインメントとして成功させている、まあ、国民的オカルトエンターテインメント作品なんじゃないかなと思っていて非常にまあ勉強になると思っていますこの動画を見ている皆さんも世にも奇妙な物語を、まあ、そういった視点で視聴すると、まあ、より深くドラマの魅力が味わえると思うので今回はこのような企画をやらせていただこうと思います ランキングに入る前に、世にも奇妙な物語、えー、本作の概要を簡単に説明させていただきたいと思います。放送開始は1990年。 今は年に数回、まあ2回、多い時は3回放送されている特番なんですけれど、当初はレギュラー番組として毎週放送されていました。レギュラー時代は、どちらかというとホラー系のエピソード、えバッドエンドで終わる話が多かったですえ。僕が小学生の頃、僕81年生まれなんで、ちょうどこの4人も奇妙な物語のレギュラー放送時代に小学生だったんですけれど、やっぱり後味が 悪い、えー、怖い話が多かったので、世にも奇妙な物語イコール怖いドラマというイメージが、まあ、非常に強かったです。 ただですね、どん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 続いていくうちに、まあ、いろんなタイプの話が現れるようになってきて、もうめちゃくちゃ爆笑してしまう話とか、うん、感動して泣いてしまう話とか、本当にいろんな、えー、話が出てきて、だから、まあ、オムニバスドラマとしてのね、魅力を初めて最初に僕に教えてくれたドラマなんじゃないかなと思います。この怪奇オムニバスもののドラマっていうのは、まあもともと海外でたくさんあって、このジャンルの作品としては、トワイライトゾーンとか、 アウターリミッツとか。またね、日本に来た時には砲台が非常に似てる感じで輸出されてきたんですけれど、世にも不思議な物語など、まあ、海外でも世にも奇妙な物語のように不思議な現象に登場人物が巡り合うお話をオムニバスとして送る話はたくさん作られてきていました。 超常現象をテーマにしたオムニバスドラマとしてはですね、まあ本当にあった怖い話とか階段新耳袋を思い浮かべる方もいると思います。こちらの2シリーズもね、僕も大好きですし、非常に面白いオムニバスドラマだと思うんですけれど、ただ本当にあった怖い話や階段新耳袋というのは、まあ基本的には、まあごく一部例外のエピソードもあるんですけれど、心霊をテーマにしていたりとか、まあ恐怖を テーマにしているホラーオムニバスドラマっていう側面もあると思います。 え、それだと比べると、世にも奇妙な物語というのは、まあ完全にホラーに特化しているわけではない。そもそもとして、幽霊はあまり出さないというルールもあったらしいですね。だからいわゆる既存の怪奇、ホラードラマ、まあ僕ら日本人としてもホラーものといえばイコール幽霊なんですけれど、とりあえず幽霊で怖がらせるのはやめよう、とりあえずスプラッター的なことはやめようっていう、割と禁じ手的なものが最初あって、世にもは始まっているので、そういった意味で言うと、本当にあった怖い話や怪談心民向 ととはそそもそも目指していいたところが違う番組なんだと思いますランキングの発表する前に、これだけはちょっと言っておかないといけないんですけれど、怖い話、笑える話、泣ける話、衝撃的な話とかいろいろあるので、そういった意味では、どうしても独断と偏見はすごい入ってきてしまうんですけれど、世にも奇妙な物語、僕、善は見てるんですけど、善は見たことがある人間の心を揺さぶったランキングということで、お付き合いいただければと思います。 それからもう一つすいません。ネタバレありにほぼなってしまいます。この後どうなるみたいな感じでおすすめできればよかったんですけれど、世にも奇妙な物語っていうドラマの形式上ね、オチの部分を言わないとどこがすごいのか、えー、なんで、えー、このエピソードがそんなにおすすめなのかっていうのはやっぱ説明できない話がどうしても多いので、ネタバレありのランキングになってしまうのですが、えー、そこはちょっとご了承ください。第10位はですね、 1991年の5月2日に放送されました、言うことを聞く子です。これはどういった話なのかというと、ある小学校にマサトくんという、えー、転校生の男の子がやってくるんですけれど、このマサトくんがとにかくいい子なんですよ。どんな風にいい子なのかというと、みんなの言うことをはいって元気よく返事して、何でも言うことを聞くと。 まあ、掃除をやってる時とかに、他の生徒がサボってても、マサト掃除、お前やっとけよって言ったら、はいって言って、何も疑わずに、何も文句言わずに、一人黙々と掃除をしたりとか、すごいいい子で、まあ、大人たち、先生たちから、もうすごいいい子だねって、ちやほやされる子になるんですけれど、で、体育の先生とかに、マサト、お前ほんといいやつだなって言って、で、今悪いやつとかもいっぱい世の中にいるから、悪いやつがいたら、マサトがやっつけてくれよな、みたいに、先生が言うんですね。 それを聞いて、まさとくんが、わかりましたって元気に返事をするんですけれど。で、そうやって、まあみんなから、大人から愛されているまさとくんを見て、クラスのいじめっ子みたいなやつのターゲットにされてしまうんですね。もうどんどんいじめがエスカレートしていって、いじめっ子から泥水を飲めみたいなことを言われても、もうなんも嫌がる素振りもなく、泥水を飲み出したりとかしちゃうんですね。で、それを見た、まあ女子生徒の子が、 クラスの担任の先生にまさとくんがいじめにあってますって報告して先生が見に行って泥水飲んでるとこを見てやめなさいって言ってまあいじめっ子たちは逃げて行ってこんなひどいことになってたんだなって私気づかなかったみたいなことで悪いのはでも私なんだよねって その先生がこんないじめが起きてることとか全然気づいてなかったからこんなことになっちゃったのよねごめんねって言って先生はそのまさとくんに謝るんですけれど何気ない一言がまさと君にとっては決定的なトリガーになってしまってその前にその体育の先生から悪い奴とかいたらやっつけてくれよなってまさとくんは言われていたので先生は悪い人だからやっつけなきゃいけないっていう思考になってしまって先生の命を奪いに行くっていう そういう話なんですね。 この話の何が優れてるかっていうとやっぱり世にも奇妙な物語といえばホラードラマなんですけれどこれいかにも世にもらしい僕からすると世にものオーソドックスな話の一つだと思ってるんですね怖がらせる役を何にするかっていうところにいろんなアイディアが投入されてきて大人たちの言うことを聞く素直ないい子っていうのが恐怖の対象になるんじゃないかっていう風な視点を持ってきてるのが非常にスタンダードな作りのドラマだと思って僕はこの話を リアル小学生の時に見ているんですけれどあい言うことを聞く子って怖いんだなって素直に、まあ、僕も素直だったんですけれど思ってしまったっていう意味で非常にインパクトを与えられた作品です第9位は1998年の9月25日に放送されました「黄色が怖い」です この黄色が怖いっていうのはタイトル通り黄色が怖いっていう話なんですね。主人公のえ女性が、これはおそらくフジテレビのね、目覚ましテレビだと思うんですけれど、目覚ましテレビの占いのコーナーで、今日の乙女座は最下位ですって、黄色がえアンラッキーなカラーなんで、黄色のものに注意してくださいみたいに占いで言われるんですね。で、そこからどんどん黄色の色のもののせいでいろんなトラブルに巻き込まれていくんですね。で、それがどんどんエスカレートしていって、最終的には、まあ ホラーのような話になっていくんですけれどこの話はね僕からするとある種 ホラー大喜利みたいなところもあって、まあ例えばその黄色い酸素ボンベみたいなのが転がってきたりして、下手したら爆発するぞみたいな、えー、ハラハラドキドキさせるシーンとかあるんですけど、これはまあわかりやすいと思うんですね。なんか黄色いものでなんか不幸なことが起こるっていう時にガスとかが詰まってる黄色い何か落ちてくるとか、そういうのは最初に思いつくことだと思うんですけれど、この作品はまあ15分間ありとあらゆる黄色いものがこの主人公の女性を襲ってくるんですね。で、僕はすごいと思う 持ったのは運転中にカーラジオからビートルズのイエローサブマリンが流れてで,でもう黄色にすでにもう主人公は恐怖心を抱いてるんでチャンネルを変えようとするんですねそしたら信号が黄色から赤に変わりそうになっててやばいと思ってブレーキを踏もうとしたんですけどブレーキがなぜか効かないんですよこのままだと他の車にぶつかる絶対絶命っていう時に、まあ、サイドブレーキをかけてなんとかその場は助かるんですけれどなんでブレーキがかからなかったのかあの足元を見てみたらえブレーキのところにですね 黄色いジュースの缶が転がっていてそれが邪魔していてブレーキがかけられなかったっていうこれねあの本編で見るとハラハラドキドキするんですけど喋ってるとやっぱ大喜利としか思えないんですね。とにかくいろんな黄色いものを総動員して主人公を追い詰めようっていうところが非常に面白い作品だと思うので物語を作る作家とか脚本家を目指している人はこの一つのワンテーマからどんだけ話を広げられるかっていうそういうんかエント スターティメントの勉強ととしても非常に面白いい作品だと思います。ちなみにこの黄色にひどい目に遭わされる女性役は鶴田真優さんが演じていました、まあ、とにかくねいろんな黄色に悲惨な目に遭うこの鶴田真優さんなんですけれどこの日の乙女座は黄色いで不幸な目に遭いますよっていうふうに言われてるからその日をなんとか逃れようと。 この日一日は、とにかく黄色から避けようって鶴田さんは頑張るんですけれど、ただ黄色もなかなか逃がしてくれなくて、後半はね、もう黄色も殺意を隠さなくなってくるんですね。例えば、たまたま歩いてたら、目の前になんかポスターが貼ってあって、それがなんか剥がれかかってるんですね。で、なんだろうと思って見てたら、ポスターが剥がれると、黄色のペンキで、 死って書いてあるみたいになって、もう、もう殺意を黄色が隠してこなくなって、鶴田さんは必死でなんとか逃げもあるんですけれど、まあ途中でですね、事故に遭ってしまうんですね。で、救急車に運ばれるんですけれど、だ救急車に運ばれていくときに、時間を見たら23時50何分なんですよ。あとちょっとで今日は終わると。で、救急車の運転手の人たちに、 ここに黄色いものありますかって救急車の中に黄色いものありますかって聞くんですけど、いや別に黄色いものなんてなんもないですねって言われたんで、まあ鶴田さんも安心して、あ、このあと1分で、今日も終わる、もう黄色に怯えなくて大丈夫だと思ったら、救急車が黄色い街灯でいっぱいのトンネルに、あと1分で1日が終わるっていう時に入ってしまうんですね。で、その後に事故に遭って、おそらくお亡くなりになってしまうという、 黄色に目つけられると逃げ道がないっていうお話で、で、この話はあの、世にも奇妙な物語って、世にも奇妙な物語の木の部分が、えー、赤色で染まってるっていうのが特徴的なロゴだと思うんですけど、この回のラストは木の部分が黄色に変わるっていうね、ちょっと凝った質問をしてくれていて、えー、非常に面白かったです。第8位は、 1992年の6月11日に放送されましたハイヌーンです、えー。世にも奇妙な物語っていうのはやっぱり怖い話だけじゃないんですね。なので8位で選ばせていただいたこのハイヌーンっていうのもホラー系ではないエピソードになっています。えー、これどんなエピソードかというと、本当にね、何気ない話なんですよ。 ある町の食堂に玉木浩二さんが演じる謎の男が現れてきて、これ劇中でも男の名前とか出てこないんで、謎の男玉木浩二さんが食堂に入ってきて、親子丼を注文するんですよ。で、親子丼が食べ終わったら、まだ食べ足りなかったのか、天ぷらうどんを注文するんですね。で、まだお腹いっぱいになってなかったのか、カレーライスを注文するんですね。だんだんこの辺から食堂の周りの人たちが違和感を感じ始めてるんですよ。 こいついつまで食ってんだろうとなってくるんですね。で、あのメニューが左側から、まあ本当何々丼、何々うどん、何々ライスみたいなやつを順番にこの玉木浩二が注文し出していくんですよ。何を食べても玉木浩二はケロッとした表情で、全然お腹いっぱいだとか苦しいみたいな表情もせずに、淡々とした感じで次のメニューを注文していくんですね。で、最初は食堂の人とかお店の料理人の人だけがびっくりしてたんですけれど、だんだんその驚きがお店の外にまで飛び火していって、 なんかあの店にやべえやつがいるぞって言って店の前に人が群がり出すんですね。街中の人がただ単に淡々と飯を注文している玉木浩二さんに熱狂していって残り3品ぐらいになってくるとだんだん見てる人たちもやっぱ玉木浩二はこれ全部注文するつもりだっていうふうに感情移入してきてすごいワクワクしてくるんです。それ視聴者の僕らもワクワクしてきて残り1品の土地を食べてるときに一瞬 うってなるんですよ、玉木浩二が。今までは何食べてても淡々としてた玉木浩二が、一瞬うっとなって、みんなが、頑張れとか、もう応援しだすんですね。もう店の外から、店の中からもう、あとちょっとで全部食えるぞっていう、なんか別にそういうレースとかやってるわけじゃないんですけど、も周りはもう、なんか勝手に自分たちの中でもエンターテイメントとして消化しだして、えー、応援しだすんですけど、ただ玉木浩二も、一回ピンチになったかと思ったんですけど、それちょっと喉詰まらしてただけで、あの、全然お腹いっぱいとかじゃなくて、割と水飲んですぐ復活して、で、もうすべての、もうその このの食食堂のメニューを全部注文して食べたってことでもうみんながうおーみたいな感じですげえことが起きた奇跡だって感じでもうあのお店の中も外も大盛り上がりしてるんですけれど表情全く変えない玉置浩二がもう一回左端を見て親子丼っていうところで終わるっていう。 話なんですけれど、本当にこれだけの話なんですよ。こういうストーリー説明してると、自分でも何の話してるんだろうという気持ちにちょっとなってくるんですけど、いわゆるオカルト的なことは起きてないんだけど、その日常に起きた不思議なことに周りがどんどん熱狂していく様というのが、非常に僕の心を揺さぶったというか、ご飯食べてるだけでもエンターテイメントでできるんだなっていうふうに僕に教えてくれた作品です。 ちなみに、この作品実は原作は江口久志さんが書かれたギャグ漫画なんですね。もっとわかりやすいギャグっぽいオチだったんです。えー、ちなみに原作のオチっていうのは、お店のミニを全部食べた男が、みんなが感動している間に土作さ,さに紛れて帰ってって、食い逃げだったみたいな、すごいベタな、ベタなっていうかもうずっこけるようなオチが用意されていたんですけれど、これをオチをね、ちょっとカットして、いわゆるわかりやすいお笑いを持ってこなかったことによって、なんていうんですかね、その、 不思議なこと、超常現象的なものが何も起きてないだけに視聴者としてはすごい不思議なものを見せられた気持ちになるっていう、要は奇妙を体験させるときに、いわゆる超常現象とか科学では理解できないものとかそういうものを引っ張ってこない方が人間に奇妙な感覚を与えることもあるんだなって、そういうことを教えてくれた名作だと僕は思っています。後にですね、リメイク版も作られていて、この時は玉木浩二さんが演じていた なぜか和田子さんが演じていましたこれもちょっとと奇妙だなと思いますこういうね、話僕でも大好きで、あの、今回ちょっと、えー、ランキングから除外してしまったんですけれど、このハイヌーンと近い要素がある僕のすごいお気に入りのエピソードで、容疑者の男という話もあります。これはですね、駅弁を大杉蓮さんが食べてるんですけれど、駅弁の中にいろんなおかずがあるんですけれど、どの順番で食べるかっていうのを脳内でずっと大杉さんが シミュレーションをしてるんですよ。これの後はこれのが合うぞとか、えー、これの前にこれ食べちゃうと味がなんか混ざり合っていまいちになってしまうぞとか、そいろんなことをただ弁当を食べてるだけなのに、脳内でもずっと延々いろんな、うん、やっぱこの順番が正しいなとか、そう言ってる様を、それだけなんですよ。 これも本当に不思議なこと起きてないし、ある意味ハイヌンより不思議なこと起きてないですよね。この話というのが最後のオチがですね、まあ大杉蓮さんが最終的にたどり着いた結論というのが、いろんなおかずが乗っかってる弁当だけど、締めはイカリングで行くべきだと。最後に食べるのはイカリングなんだっていうこだわりを大杉蓮さんは持っていたんですけれど、食べたらオニオンリングだったという衝撃のオチがやってきた。これ世人も史上、 ベスト30には入れたい衝撃のお家ですね。ちょっとベスト10には入れれなかったんですけど、ちょっとハイヌーンと近い面白さがある名作だったと思います。続いて第7位に選ばせていただいた作品は、1994年の3月30日に放送されました、転校生です。 これはですね、瀬戸朝香さんが演じていた姫野栄子という女子高生が主人公のお話なんですけれど、まあ、この瀬戸さんが演じている姫野栄子っていうのは、まあ、とにかくもう最色兼備の人気者で、もう男子からも女子からも人気があって、で、イケメンの彼氏もいて、で、生徒たちだけじゃなくて先生からも信用されていて、まあ、頭も非常にいいし、運動神経もいいっていう、本当にもう少女漫画とかに出てくるような、典型的な憧れの先輩キャラみたいな感じで出てくるような、 キャラクターをこの瀬戸香さんんが演じているんですけれどこの姫野英子がいる学校にある転校生がやってくることでちょっとこの姫野英子の生活がどんどん変わっていくっていう話なんですね。でその転校生がどういった子なのかというと同じ姫野英子っていう同姓同名の女子が転校してきたんですね。同じ名前の子がやってきたんでどうしても周りは比べちゃうんですよ。元からいた姫の子と比べて 運動神経も悪いし、なんか喋りもボソボソしてるし、みたいな感じで、ちょっといじめられたりとか、ちょっと茶化されたりとか、すごい、あの、いっぱいされていって。 で、クラスの出席簿みたいのがあって、先生がみんなの名前を呼ぶんですけれど、姫野栄子が二人並んでるわけですよね。で、瀬戸屋浅香さんが演じてる方の姫野栄子って呼んだ後に、次の、えー、転校生の方の姫野栄子の名前を呼ぼうとしたら、その姫野栄子の A の部分に、えー、紙が貼ってあって、アルファベットの B って書いてあって、姫野 B 子ってあの出席簿に書いてあって、あの先生も誰だこんないたずらしたのは、みたいな最初は言うんですけど、でもまあ、 わかりやすくていいよな、みたいに先生も乗ってしまって、B 子いいじゃない、みたいになったらクラスもみんな笑い出してしまうみたいな、そういう環境ができてしまうんですね。どん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 姫の B 子の扱いが悪くなっていくのを見て、姫の A 子はかわいそうに思ってしまって、 にに対して、なななんんか私でできることななことといいみたを聞くんですねで。最初は B 子もあの私なんかにもう構わなくていいわよとか、しょうがないから私は受け入れてるからみたいなことを言うんですけれど、それでも姫のエ子がなんかできることがあれば何でも言ってねみたいなことを言われて、B 子があるお願いをするんですね。それが何かというと、姫の A 子が付き合ってる彼氏の男の子と一日デートしたい。 っていう風にお願いをするんですね。イケメンの彼氏がいたんで。で、それを聞いた姫野 A 子は、彼氏に B 子と付き合ってあげてってお願いをするんですよ。で、結局彼氏は分かったって言って、B 子と一日デートをするんですけれど、その翌日、教室にやってきた姫野 B 子っていうのが、それまではパッとしない女の子だったんですけれど、すごいイメチェンしていて、クラスのみんなが、え、これ B 子なのみたいな。めちゃくちゃ美人になってるみたいな感じで、ちょっと騒ぎ出すんですね。 でその後姫野栄子はその変わった B 子と彼氏が二人でイチャついてるとことかを目撃してしまってなんでこんなことになってるのって彼にも起こるし B 子にも起こるんですけれどここからが枠はやっぱりこの話の肝だと思うんですけれど B 子って言われてた子がどんどんクラスの中心になっていくんですけれどそれに対してあんたなんかに私の全て奪われてたまるかみたいなことを瀬戸朝香さんが言った時にですねその姫野 B 子が言うんですねその結局 クラスで自分たちをバカにしていた子たちよりもあんたの方が私のことを一番下に見てたと。 自分の彼氏を一日デートさせても、あの、取られることはないっていう、まあ、いわゆる慢心みたいなおごりがあったから、えー、そういうことをしてしまったと。で、姫野英子自身もおそらく気づいてなかったんだけど、自分の優しさの上には無自覚で B 子を見下してたっていうことを指摘されてしまうっていう展開があるんですね。これは、あのー、すごい僕はの発動させられたというか、やっぱ人間の心理みたいな、人間の心っていうのもパッと見わからない。 え、パッと見この人が一番優しく見えるけど、実は一番優しく見える人が一番人馬鹿にしてるんじゃないかとか、そういったその人間の心の不可思議さみたいなものを非常に繊細に描いた名作だと思います。オチはですね、まあ、ほんと世にも奇妙な物語らしいオチだとは思うんですけれど、最終的には元からいた姫の A 子のポジションを B 子が奪ってしまって で、瀬戸朝香さんが演じていた方の姫の a 子の存在をみんなが忘れてしまうというオチになっています。なんか学校にある日投稿してきたら、もう誰もその瀬戸、赤坂さんを見ても姫の栄光として認識してなくて、私姫の a 子よって言ってもそれまで b 子だった方をみんな姫の栄子として認識してるんで、あんた誰状態みたいになってしまうというオチ。 が用意されていました。僕はこれが放送されていた頃は中学生だったと思うんですけれど、多分今の時代だともっと心響くかなと思うんですけれど、あのパワハラとかセクハラの問題もそうなんですけれど、本人はそんなことしてるつもりがなかったのに人傷つけてるみたいなことが今問題になってるじゃないですか。で、やっぱり転校生も行ってしまえばそういう話で、結果的にそのせいでひどい復讐にあってしまうっていう、なんか時代を超越したすごい怖い話だなと思います、転校生。 第6位に選ばせていただいた作品は、1991年の5月30日に放送されました、三人死ぬです。このエピソードはですね、 梅口ぐさんが演じています。ワイドショーとかによく呼ばれている、まあ、人気弁護士、竹内っていう人がいて、これが主人公のお話なんですけど、この竹内っていう人が、まあ非常にテレビの中では正義感あふれることをよく言うんですね。で、その、例えば正当防衛の話みたいになって、まあ船が沈没して、 救命ボートに3人乗ったら沈んでしまう妙なシチュエーションになった時に1人を突き落とすことは法律的には責められない。それは法的には罪にならないみたいなことをテレビで解説するんですね。よく出る例え話なんですけれど。で、この例え話をしながら、この弁護士の竹内は法律的には問題がないけれど、私だったらそういった状況だったら海に落ちる1人を自分がなるように選びますね。みたいな。 で周りのキャスターの人たちも「さすが竹内さん正義の人ですね」みたいなことを言うような,なんかまあちょっと。 嘘臭いところもあるんですけど、もういかにも正義の人みたいな発言をしているこの竹内っていう人がいるんですね。で、この竹内が出てたワイドショーに次は驚異の霊能力者がゲストですみたいな感じで竹内が吐けた後になんか水晶玉を持って未来とか過去を見れるちょっとよくわからない霊能者が現れるんですね。で、竹内とかもなんかバカバカしいと思ってたんですけれどで収録が終わった後にスタジオから出ようと思ったら、えー、先ほど出ていた霊能者が持っていた水晶持っていた 銅玉が置いてててあるのを見て興味本位ででちょっっと触ってたんですよなんだこれと思って。で、やっぱり、ただのガラス玉じゃねえかみたいな感じで、ちょっとバカにしてたら、落としちゃって、バリーンって割れちゃうんですね。で、この辺でもう僕はすでにちょっと竹内ダメだなと思ったんですけど、弁護士が人のもん割っちゃったのに、やべえと思って、あの、バレないように帰っちゃうんですね。で、えー、その後タクシーに乗っていたら、なんかやたらとね、昔の歌が、 カーラジオから流れてきて、なんか懐かしい歌流れてるねとか言ったら、えー、これ新曲ですよみたいにタクシーの運転手さんに言われて、いや、このな歌だいぶ前の曲だろうみたいになんか思ってて、これが伏線になっているんですけれど、この竹内はまあ来週とかも番組に出るっていうことで、次の番組でえ紹介する事件の資料みたいなタクシーの中で見てて、それがね、4年前に起きていた銀行強盗の 資料だったんですね。で、次はこの事件について解説するんだなぐらいの見てた時に、今日までにしておかないといけない振り込みがあったことをこの竹内が思い出して、近くの銀行に降ろしてもらって、で、資料とかもタクシーに置いたまま、振り込んだらまた戻ってくるからって言って、タクシーから出て銀行に行くんですけれど、そしたら、そこで銀行強盗に巻き込まれてしまうんですね。 で、えー、いろいろ、銀行強盗とのやり取りをしていくうちに、竹内はあることに気づくんですね。あの、この銀行強盗事件って、さっきまでタクシーの中で見てた資料の事件と一緒だと。4年前に起きていた銀行強盗の現場になぜか自分は今来てると。おそらく、あの、怪しい霊能者が持ってた、あの、水晶玉を割ったことによって、あの、未来も過去も見れる水晶玉だったんで、いわゆるタイムワープみたいなことをしてしまったんじゃないかっていうことに、竹内は気づくんですね。 タクシーの中で、まあ、まだ斜め読みぐらいしかしてなかったので、そんなに細かいところは覚えてない部分もあったんですけれど、この事件では人が3人死んでるんですよ。いろいろ考えてる間に、1人お客さんが殺されてしまうんですね。あと2人、この中で死ぬ人がいるんだって、どうしようと思ってた時に、挙動不審なところを銀行ごとに目をつけられてしまって、 お前警察のスパイじゃねえだろうな、みたいな感じで銃とか突きつけられたりして、それはあの周りの正義感あるお客さんがやめなさいよ、みたいなこと言ってくれて、止めに入ってくれたおかげで助かるんですけれど、竹内としてはちょっと自分が目をつけられてしまったと。何かあったら自分がやられてしまうんじゃないかってすごい恐怖心に駆られるんですね。その中から死ぬ人間がまだ二人残ってる。 そのうちの一人が俺だったらどうしようってすごい焦ってくるんですよ。まあ、その前まではね、ワイドショーで3人のうち一人がね、死ねば他の人が助かるっていうなら俺が死ぬっていうことを言ってた竹内だったんですけど、いざその銀行ゴンドの現場に来たら、もうすごいビクビクしてしまって、生き延びるためにはどうしたらいいんだろうってずっとそればっかりを考えていくんですね。いろいろあって、その後もう一人、正義感のある人が殺されてしまうんですけれど、もう一人死ねば俺は助かるって、もうそういう思考に竹内はどんどんなっていくんです。 でそんな時に銀行強盗トの目を盗んで一人のお客さんが逃げようとしててもうちょっとでお店の外に出れそうな状態になってるっていうのを竹内が気づくんですよもし彼が逃げてしまったら銀行強盗はもう怒り出してもうやけになるんじゃないかと。でやけになった時に俺はもうすでに一度目つけられてるし俺が殺されてしまうんじゃないかって恐怖心でいっぱいになって銀行強盗に向かって一人逃げようとしてるぞって言っちゃうんですよ で、逃げようとしてる人を銀行ごとバーンって打って、よく教えてくれたな、みたいなことを言われて、竹内としては、いや、こうするしかなかったんだ、自分を助けるためなんだって内心詫びながら、あ、でもこれで3人死んだから、 ああ、大丈夫だっていう風に安心するっていう。僕こういう話の好きなところは、あんまり言うと偏見になっちゃうんですけど、やっぱテレビとかでね、まあ SNS でもいいですけど、すげえ綺麗事言ってる人見ると僕どうしても嘘臭いと思っちゃうひねくれてる人間なんで、あの、そういう目で僕は世の中を見てしまうんですけど、この竹内みたいにね、みんなを助けるためなら自分の命は犠牲にしてもいいって言ってる人が、実際にそういう場に閉じ込められたら自分の本性を出して、 ついには逃げようとしてる人を犯罪者に密告までしてしまうっていう流れが非常にあのー、スリリングで面白い作品だなと思いました。ちなみにね、この作品じゃあ、オチどんな風になるかというと、この竹内はもう3人死んでるからすごい安心しているんですけれど、この後警察が飛び込んできた時の銃撃戦みたいなものに巻き込まれて、竹内のね、顔面にね、銃弾が炸裂してしまうんですね。薄れていく意識の中で、 え、おかしいよ。だって、もう3人死んでるじゃんっていう風に思っていくんですけど、竹内の耳に聞こえてきたのが、警察の人が、生きてるっていう。急いで救急車に運ぶんだみたいな声が聞こえてきて、3番目に銃で撃たれた人は、まだ重傷の状態だったんですね。で、彼が、まあ、この後病院に運ばれて、1、まあ、命を取り留めるわけですよね。実際にはまだ3人死んでいなくて、3人目の死者というのが、竹内自身だったということに気づくというのが、この物語の オチとなっております。これは本当にね、非常にあの、オチも読めなかったというか、やっぱ最初から3人死ぬっていうのが提示されてることがやっぱスリリングなんですよね。最初のゴールが決められてて、その状況でアクセントをするっていうのが、これ15分とは思えないね、なんか1本の映画を見てるような、ハラハラドキドキ感がある名作だと思います。ということで、えー、6位は3人死ぬでした。 皆さん、10位から6位まで聞いて、どう思われたでしょうか初めにもお話ししたんですけど、本当4人も奇妙な物語って、まあ、この10位から6位もそうなんですけれど、まあ、やっぱジャンルが違うんでね、あの、黄色が怖いとハイヌーンと三人死ぬを、そもそも順位つけられないんですよね。あの、本当名探偵コナンとドラえもんのランキングを一緒にやれって言われてるぐらい、もうめちゃくちゃな話なんで、ま、ほんに、 選ぶ人によって世にも奇妙な物語のランキングって絶対変わってくると思うんですよ。ぜひね、あの皆さんのランキングもコメント欄に書いてほしいです。私だったらこの話を選ぶみたいなことを、えー、コメント欄に書いていただいて皆さんも一緒に盛り上がれたらいいなと思います。では、第5位の発表です。第5位に選ばせていただきましたのは1994年の7月7日七夕に放送されました恐竜はどこへ行った だのかですこのエピソードはですね、主演が松下由きさんが演じる大学院生なんですけれど、松下さんと一緒にですね、非常に重要な役柄を佐野史郎さんが演じていて、佐野史郎さんといえばね、やっぱ開演が得意な。 俳優さんってイメージがあると思うんですよね。で、佐野さんってやっぱり世にも奇妙な物語にも、えー、何度か出演されているんですけれど、で、佐野さんが出る話は、やっぱりね、演技で引っ張る力がすごい強いんですけれど、個人的には世にも奇妙な物語における佐野史郎ランキングの第1位がこの作品なんじゃないかなと思っているので、選ばせていただきました。えー、どんなエピソードなのか、えー、簡単に説明させていただきます。松下由きさんが演じている、えー、大学院生の方が、まあ 精神分析の研究をされているんですけれど、自分で自分の体を傷つける症状ありますよね。精神疾患を研究しようということを思ったときに、ある一人の男性がある場所で隔離されていることを知ります。 それが佐野史郎さんが演じている大脳生理学の専門家だった田口教授という人なんですね。で、この田口教授に面会した主人公、本当にこれ多分ね、羊たちの沈黙とかを意識してると思うんですけれど、放っておくと田口教授は自分で自分の体を傷つけてしまうということなので、拘束具みたいなもので体を動きを封じてるんですね。で、本当にもう牢屋みたいなところに、 もうハンニバルレクターみたいになってる佐野志郎さんがいて、そこに大学院生の松下由紀さんが来て、話を聞くんですけれど、そうすると佐野さんが面会した主人公に向かって、奴らが来る奴らが来るって叫び出すんですよ。周り見ても誰もいないのに、佐野志郎さんは明らかに何かに怯えてて、奴らが来るみたいにずっと言ってるんです。で、松下由紀さんの目の前で、突然体から出血をする。怪我をして出血をし出すんですね。 周りの人間たちは、もともと佐野史郎さんは自分の体をいっぱい傷つけまくっていたから、包帯とかでね、処置はしていたんだけど、乱暴に暴れ出したことで、過去に処置したものがいろいろ外れてしまって、それでまた出血してしまったんだろうみたいに、まあ、一応合理的に説明しようとするんですけれど、まあ、主人公の大学院生からすると、明らかにそれはそういうものではなかったと。急に出血してるにしか見えない。これはどういうことなんだろうというふうに、えー、謎を解こうと。 するんですね。佐野さんが演じていた教授が過去にどんな研究をしていたか、脳を研究している学者だったんですけれど、ある時から脳とは普通に考えたらちょっと違う学問にどんどん専念していってしまうんですね。それは何かというと恐竜だったんですね。恐竜がなんで絶滅してしまったのかということを考えた時に、ある一つの仮説にたどり着くんですね。それは恐竜はまだ絶滅していないという仮説だったんです。 どういうことかというと、爬虫類の脳の中には、緊急避難装置みたいなものが備わっているんじゃないかと。爬虫類は、危機的な状況が起きたときに、こことは違う、隣にあるパラレルワールドのような世界に緊急避難できる。 っていうことに、この田口教授は気づいたんですね。その爬虫類の脳が持っている成分を増大させるものを、この教授は開発するんです。ディノペプチンっていうのを作るんですけど、このディノペプチンを注射すると、哺乳類だろうが何だろうが、爬虫類と同じように危機的状況に陥ったら、平行世界に逃げることができるようになる。 それは田口教授の考えだったんですね。その実験を証明するために、このディノペプチンをモルモット、ネズミに注射して水槽に沈めると姿が消えると。これと同じことを爬虫類である恐竜はやっていたに違いないと。なんでそういうことを思ったかというと、恐竜が本当に絶滅していたにしては、恐竜の化石が少なすぎると。 本当に恐竜が絶滅したならもっとたくさん化石があるはずだから別の場所に逃げたっていうのが田口教授の考えでおそらく恐竜は我々人間には見えない別の世界に逃げているだけで今でもいるんだと考えたんですね。でこのネズミに たディノペプチンを田口教授は自分自身にも打ったんじゃないかというところまでこの女子大生の方が気づくという流れがあったんですけれどこの話やっぱりあの面白かったのは日本のテレビドラマでこういう sf ものってあんまりないですしで世にも奇妙な物語って本当にいろんな題材を扱ってきていてまあ妖怪が出てくる話とか ufo 宇宙人が出てくる話とかまあ超能力的なものとかたくさんあるんですけれどやっぱり強 恐竜が出てくるような話って、なかなかこういうわけではやれないんですよね。まあ、それこそ着ぐるみとかを使って子供が見るね、番組とかで特撮として恐竜を出したりとか、そういうことはあるんですけれど、夜9時台のドラマで、ちょっと恐竜をテーマにした、しかもちょっと怖がらせる サスペンス性のある話を実現させたっていうのが斬新だったなと僕は思ったんで、あの非常にハラハラしながらこの作品見させていただきました。最終的にはこの佐野史郎さんはこのディノペプチンをやっぱ打っていたんですけれど、ただ人間の脳の部分というのがその爬虫類の持っている脳の 持っている性能をちょっと邪魔してしまうんですね。その爬虫類たちは何か危険が起きた時に完全に別の世界に移動できるんですけれど、人間の脳がその多次元宇宙に行くのを邪魔してしまって、佐野さんはディノペプチンを打ったんですけれど、恐竜たちが避難した別次元もう見えてるし、別次元のものに触れることもできるんだけど、その一方、えー、普通の人間の世界にもいるという二つの世界に重なり合った存在に、えー、佐野さんはなっているんですね。これで謎が解けるんですけれど、 要はなんで佐野さんが突然傷ついたかというとみんなには見えていない恐竜が佐野さんの視点ではもうこの辺に恐竜がうろうろしてるんですよで時々恐竜が襲いに来て周りの人には見えないから佐野さんが自分で自分を傷つけたようにしか見えないんですけど佐野さんからしたらもう周り恐竜だらけで コンビニに行こうがトイレに行こうがどこもジュラシックパークみたいな状態になってるというそういう異常事態だったんですね。で、そういう異常事態になっていてディノペプチンは非常に危険なものだということを佐野史郎さんは気づいているのでそれを世に出すつもりもなかったんですけれど松下由きさんが謎を解きたいとディノペプチンってどういったもんなんだろうと思って打ってしまうんですよね自分にディノペプチンを。で、その直後に目の前で何もいないのに佐野史郎さんの体が浮かび上がって 首チョンパされてしまって、役者さんの頭が抜けて首から血がバーって出るみたいな、結構ストレートな、スプラッター的表現があったのもこの回のちょっと異色なところだと思うんですけれど、悲鳴を上げていたら、松下さんの周りに白いモヤがわーって発生して、モヤ越しに恐竜たちのシルエットが見えてきて、松下さんが何かの気配を感じて、 後ろを振り返るるとティラノサウルスがが吠えているっていいっうのがこのの作品のオチなんですねこれね、あのー、多分もっとお金をかけて2時間ぐらいの借にした SF サスペンス映画にしても十分成立するぐらい見応えのある作品だったと思うので、どこかには入れなきゃと思って選ばせていただいた作品です。 第4位に選ばせていただいた作品は、1991年の10月24日に放送されました、死にたくない。 この話はですね、まあタイトルがもう死にたくないっていうタイトルなんで、もういかにもホラーっぽいタイトルだと思うんですけれど、まあ実際怖さもあるんですけれど、なんとも言えない気持ちになって見れる作品ですね。どういうストーリーなのか、簡単に説明させていただきますと、支援は石田ひかりさんが演じている若い女の人なんですけれど、この石田さんがある温泉旅館に一人旅に、 来てたんですねでこの一人旅に来てた石田さんを見て旅館のスタッフの人たちが噂話をしてはんですねどういう噂かというとこの旅館では最近心中事件とかちょっと自殺が相次いでしまって悪い評判が広まってしまってお客さんが遠のいていったんですねでその石田ひかりさんが一人旅で来ているんですけれど景色を見て黄昏れてる風景普通に景色を見て黄昏れてる風景なんですけれど旅館の人たちが すごい思い詰めた表情してる。彼氏に振られたかなんかで一人で来てて、また自殺に来ちゃったんじゃないかってすごい心配になっちゃうんですよ。旅館側のサイドの人たちは。これ人間の勘違いとかすれ違いなんですかね。その、石田さんがやってる、ちょっとした仕草とか、ちょっとした表情の変化とかを全部悪い方に旅館の人が受け止めてしまって、何とかして自殺しようとしてるなら止めなきゃっていう、石田さんの行動をだから監視しようとするんですね。で、石田さんの方も、 なんかやたらとこの旅館の人すぐ様子を見に来るなとか自分のことジロジロ見てるっていうのに違和感を感じ出すんですね。お互いにちょっと疑心暗鬼の状態がどんどん大きくなっていてそれがエスカレートしていくっていうのが、まあ、この死にたくないの話の基本的なストーリーの流れなんですけれど最終的には不幸なアクシデントが続いてしまって旅館の人たちが 死なないでって言って、石田さんは石田さんで死ぬつもりなんてないんだけど、事故が起きてしまって、死にたくないって言いながら死んでいくっていうのが、この話のオチなんですね。最大のバッドエンドのアンジャッシュのコントみたいな話なんですけれど、まあ、ただこの話ね、あの、やっぱ面白いのは、やっぱちょっと笑えるところもあるんですね。やっぱすれ違いが、えやっぱ人のすれ違いって、 怖いけど面白いんだなと思って、エンターテインメントとしてはちょっと笑いながらもちょっとゾッとするみたいな二つの感情がどちらも発生してくるエピソードだなと思います。そして僕的にやっぱりこの話をちょっと今回4位っていう非常に上位に選ばせていただいたのは、これちょっと僕のやってる仕事も実は関係していて、ユーマとか UFO とか幽霊とかそういった たものをね調べたりしてまあ、それを発表したりすることもまあお仕事にしてそれでお金をもらってる部分もあるんですけれどオカルト的なことを調べていくとこれ実はただの人間だったんじゃないのみたいなケースがすごいあるんですねユーマ扱いされてるけどこれちょっと変わった格好してる人間だったんじゃないのとかなんかそういうことがすごい起きるんですけれどこの死にたくないもう中盤でねいやいやいやって僕はちょっと思うんですけどすごいエスカレートがするのがその石田光さんがこの旅館の近くに鬼ババで 伝説があるることを知るんですね鬼婆場っていうのはそのまあ見た目は普通のおばさんなんですけどであの山とかで遭難した人を止めてくれてご飯とかいっぱい振る舞ってくれて夜中に目を覚めておばさんの方を見るともう 鬼のような行走をしていた妖怪だったで、その自分を食べようとしていたみたいな、そういう伝説なわけですけれど、この石田ひかりさんが旅館のスタッフの人たちは鬼ババなんじゃないかって途中で思うんですよ。で、鬼ババだから、あの自分にいろいろ食べさせた後に自分を食べようとしてるんじゃないかみたいに勘違いするんですけれど、飛躍しすぎなんじゃないのって当時はちょっと思ったんですけど、今思うと、このいろんな人間の感情のすれ違い、この場合は自殺を止めようとしてる善意で自分を見てくれてる人を妖怪 と勘違いいししててまうっていうっりはね今オカルト的なことをいろいろ調べてオカルト的なことの中には間違いとかいっぱいあったんだっていうことも知った上で今見ると実は妖怪伝説が生まれる流れみたいのを15分の間に分かりやすく作ってくれてる作品なのかなっていう気もしてそういう意味でも僕はこの作品は非常に面白い話だなと思ったんで第4位に選ばせていただきました。本当にねいろんな 見方が見れる作品で面白いなと思いますし、あの、先ほどね、最大のバッドエンドのアンジャッシュのコントとは言いましたけど、91年の作品なので、アンジャッシュの元ネタが死にたくないなんじゃないかなと僕は思います。第3位に選ばせていただきました作品は、1990年の6月28日に放送されました、悪魔のゲームソフトです。 どんなエピソードなのかというと、これはね、小学生の男の子たちの話なんですけれど、ある人の写真を読み込ませると、データとして読み込ませると、その写真に撮られた人を、そのゲームのキャラクターとして使うことができるゲームソフトを持っている男の子がいるんです。このゲームのキャラクターにされてしまうと、本当にゲームの世界に連れて行かれてしまうんですね。 で、ゲームの中で、まあ、怪獣がいるんですけれど、これがね、あの、まあ、伝わる人にしか伝わらないんですけど、なんか、チタノザウルスみたいな形の怪獣なんですけれど、ゴジラに出てきた怪獣にちょっと似てるんですけれど、怪獣と写真で取り込まれた人が戦うゲームなんですけれど、もうゲームとしてのスペックがそもそもおかしくて、取り込まれた人間はただの人間なんですよ。 別に武器とかあるわけでもないんですよ。だから怪獣から逃げることしかできなくて、基本は逃げゲーなんですね。で、この男の子はこのゲームを使って、いろんな人をゲームの中のキャラクターにしちゃって、まあ、怪獣に殺させてしまってるっていう話なんですね。例えば自分をツ上げした不良とかがいるんですよ。で、自分のことをツ上げしてきた不良の写真を なんとか入手して、それをゲームに取り込んで、その不良をゲームの中に入れて、怪獣に殺させたりするんですけれど、正直言うと、こういうのは見ててスカッとするわけですよね。最初は結構その怖い話と思わなかったんですよ。むしろ、スカッとする話なのかなと思って、なんかひどいやつをどんどん男の子が怪獣にやっつけさせて、え、く話なのかなと思うんですけれど、だんだんこの男の子の行動をいろいろ分かってくると、 もう本当に些細なことで、どんどんゲームに取り入れてるのが分かってきちゃうんですね。同級生の男の子が、あの、遊びに行かせてよみたいな感じで、その彼の家に来るんですけれど、彼の家に来たら、あの、お父さんもお母さんもいなくて、で、家中がすごい散らかってるんですね。で、どうしたのって言ったら、いやもう今いないから、お父さんもお母さんも何があったかは、はっきりしたことは分からないけれど、この男の子が自分でゲームの中に入れてしまって、 でえー、ゲーームのキャラクタととししててて操っっ怪獣に殺させてしまったんだろうといういことがおそらくわかるんですねでこの後物語がどんどん続いていくと、この男の子はあの鳥を飼ってて、インコだったかな、えー、鳥を飼ってて、鳥に餌をあげようとするんですよ。そしたら鳥がその男の子の指をちょっとつついちゃうんですよ。そしたら男の子怒っちゃって、そのインコの写真をゲームに取り入れて、そのイン この辺で、この子はもう本当にちょっとした些細なことでもどんどんこうやってゲームに取り入れて今まで散々いろんな人をこういう風に殺してきたんだっていうことに友達も気づいちゃうんですね。で、よく見たらその部屋にはその不良とかインコとかお父さんお母さんが貼ってある写真がいっぱい貼ってある壁があって そこをよく見たら、最近街で話題の行方不明になった人の写真とかも貼ってあるんですよ。友達の男の子は怖くなって警察に伝えようとするんですけど、非常に警察の人も意味がわかんないから、何の話してんのとか、そういう感じで冗談でも言ってんのかなぐらいな感じで付き合っていくうちに、電話を持っていた男の子も消えてしまって、ゲームにおそらく入れられてしまったんだろうっていうところで、この話は終わります。 この話はね、本当にあの、説明も何もなくて、遊びの延長線上で人の命を奪っていく男の子を淡々と描いていく話で、そこに対して誰かが強く反論するみたいなキャラクターも出てきませんし、ただ単にこういう子がいるんだよ。こういう怖いゲームソフトがあるんだよっていう、もうそれだけで続くところが逆に僕は怖いと思いますね。今でもちょっと怖い話かなと僕は思っています。 第2位に選ばせていただいた作品は1991年の9月19日に放送されましたビデオドラッグです。 僕はホラーが好きで、ホラー映画とかホラードラマとかもいろいろ見てるんですけれど、後にヒットしたホラー映画見ていた時に、これに近いことって世にも奇妙な物語でもやってたなぁとか思うことが結構多いんですね。やっぱり世にもってバリエーションいろんな話を毎週のようにやっていたんで、別に後の作品がパクったとかそういうわけじゃないんですけど、どうしてもアイディアとしては似たようなものが、後のホラー作品、J ホラー作品もたくさん出てくるんですけれど、そういう意味で言うと、やっぱ僕はあの J ホラーのね、今の J ホラーの流れを作った作品の一つは、 あのリングだと思うんですけれどこのビデオドラッグっていうのもリングに近い怖いビデオの話なんですねどういった話かというととある異質で恋人を殺害した男が殺害した後に自分の目も切り裂いて死ぬっていう 事件が起きたんですね。非常にあの、痛ましい事件が起きたんですけど、それが一回だけで終わらずに連発してしまうんですね。で、これは一体何なんだろうっていうことで、えー、主人公の人たちが謎を解いていくという話なんですけれど、その謎解きの過程で事件を起こした人がみんな同じビデオを見ていたっていうことにたどり着くんですね。そのビデオが 人を殺す何か影響を与えるものを持っているんじゃないかっていうふうに刑事の人たちとかが疑うんですけれどただまあそもそも口頭向けの話じゃないですかビデオで人を殺すなんてことはありえないと思うしで実際にそのみんなが見たっていうビデオを警察の方でも入手して再生するんですけれどやっぱりああこんなビデオなんかには原因はないんだっていうふうになるんですけれどその後もやっぱり事件は止まらなくてどんどん人を殺した後に自分の目を傷つける人たちがどんどん現れ 現れるんで,す、ね、でどんどん謎を追いかけていくうちにある真相に気づくんですけれどやっぱり、えー、ここののの悲劇を起こしていたたはそのビデオテープだったんです、ね、じゃあ何で警察が見た時にはそのビデオテープには何も問題がなかったかというとダビングして結構出回ってたんですね。 で、ビデオテープってダビングしようとすると、これちょっとね、今の若い人にはもう伝わりにくいかもしれないんですけれど、あの、コピープロテクト機能っていうのがあって、レンタル屋とかで借りたビデオをダビングしよう、これ違法ですけど、しようとするとコピープロテクトがかかってて、ダビングできないっていうのが、まあ、昔の時代はあるあるだったんですけれど、このコピープロテクト機能がかかっているのを無理やりダビングしてることによって、画質も音も変化してるんですね。で、このダビングさせたことによって、変化したこのビデオテープを見ると、 人を殺せというメッセージが脳に伝わるような映像になっているということにたどり着く。 っていうのがこの話の基本的な流れになっています。いくつかね、優れてると思う点があるんですけれど、まあ呪いのビデオっていうのはね、後にリングとかでも大ブレイクしたんですけれど、ビデオドラッグの場合は、幽霊とか、まあ超常現象的なものにはとりあえず頼ってないっていう、サブリミナル効果の話なんですよね。そのサブリミナル効果っていう、まあ科学的にも一応あるんじゃないかと思われてるものを持ってきて、見ただけで人を殺してしまって、しかも自分を傷つけるかもしれないっていう、ちょっと、SS 科学的な呪いのビデオの設定が作られているのが僕は非常に面白いと思いましたまたその自分の目も傷つけてしまうんですけれどその前に自分も殺人犯になってしまうっていう被害者加害者どっちにもなってしまうというダブルの呪いが降りかかるような怖さもあったのでえ僕としては非常に怖かったですし当時自分もね別にあの違法じゃないんですけどいろいろビデオテープとかダビングしてたわけですよね。でそれを再生する時にこれダビングすることによって変なサブリミナル効果これにも入ってたらどうしようとやっぱ子どもの時 時はね、小学生の時見たらやっっぱ思って今でもだからこの映像はねちょっと皆さんに表現ちょっと伝えのまあなんていうの万華鏡みたいなこの映像もちょっと怖かったんですけど万華鏡みたいな映像がテレビ画面にバーって流れてるのはこのビデオドラッグの映像なんですよねでこれをダビングしたことによって音もちょっと変わるんですけれど今でもこの音聞くとちょっと怖いんですけどダンダンタダンタダンダンタダンタタ

テレビ見ててサブリミナルコが俺にも発揮してるんじゃないかみたいな恐怖感を非常に感じた怖い呪いのビデオの話でした。正直ね、これからどんどんビデオとかみんな縁が遠くなってくるんで、若い人には伝わりにくいエピソードになっていくのかもしれないんですけど、僕の世代にとっては外すことができない世にも奇妙な物語の話だと思います。実はこの 見たら死ぬ映像系の話っていうのは世にも奇妙な物語には他にもあってまあこれもリングより早かったんですけれど「見たら最後」っていう,もうストレートなタイトルの話があるんですけどこれもね呪いの人形みたいなものをテレビ局の人たちが撮影するんですけどそしたらその映像にいわゆる霊的なものが映っていてでその映像を見た人はみんな死んでしまうっていうビデオがあってリングっぽい話なんですけどこれも90年代初期に放送されていてその映像が最終的にはテレビの地上波 流されててしまうっていうっいなんですねこっちの話は。だからあの、みんなが死んじゃうんじゃないかみたいな怖い話でした。本当にだから世にも奇妙な物語。 っていうのはね、クリエイターさんとしてでもやっぱ一番面白いんじゃないですかね。自分が思いついたアイディアを、まあ、連続もののドラマとかだとね、どんな作家性のある人でもちょっとやれないことはあると思うんですけど、世にも奇妙な物語だったら基本的には何でもありだと思うんで、一番シナリオを書きたいテレビドラマ世にも奇妙な物語だと思います。あの、子供の頃から自分だったらこういう話書きたいなとかいう話もいろいろ何度も考えてたんですけれど、まあ、僕が書くんなら、意外とユーマが、 まだないんですよ。まあ、ユーマの定義にもよるんですけどね、変な動物はたくさん出てくるんですけれど、ちょっとユーマが出てくるような話も書きたいなと思ってて、僕が個人的に書きたいなと思うのは、オカルトのなんか、 CS かなんかのオカルト番組にアイドルがやってるオカルト番組に適当なディレクターがなんかオカルト研究家で検索したら上位にある人にオファーしてそれがユーマ研究家の人なんですけれどオカルト番組なんでちょっと怖い話一つお願いしますよみたいにディレクターが言って怖い話みたいになって「え土の子の話とかしたらいいんじゃないかないいんですか?」って言ったらすごい冷たい空気になってトイレとか行ってたらスタッフが「何であんなやつ連れてきたんだよ」とか「怖い話言えねえじゃねえか」みたいな「いやオカルト研究家で 検索したたたら上位の人だっっんでみたいなことやっててもうそのユーマ研究家がめちゃくちゃ切れて帰り道にお地蔵様にあの「オカルトといえばユーマだろう」うみたいなあと UFO と宇宙人だろうみたいなことを言っていたらそのお地蔵様が実はお地蔵様だと思っていたらグレーで <laughs> それであのお地蔵様ピュンって飛び上がってオカルトイコール心霊とか怖い話としか思ってないやつらを全員アブダクションしてひどい目に遭わせるみたいな話を。 書きたいなと思っております <laughs>。<music> さて、いよいよ1位の発表です。皆さん1位は何だと思いますか まだね、上がってない、人気作品もたくさんありますもんね。あの、ロッカーとかね、雪山とか、影踏みとかね、地獄のタクシーとかね。最近だと博多もすごい良かったですよね。とにかくで、ね、いろいろ名作があるんで、みんな1位なんだろうって今、世にもファンの人は考えていると思うんですけれど、すあの、先ほど上げたタイトルは全部1位じゃありません。あの、本当僕の独断と偏見で、一番の傑作は、えー、この作品だと思う作品を発表させていただきます。 それでは中澤武志が選ぶ世にも奇妙な物語のおすすめエピソードベスト10第1位は2001年10月4日放送おばあちゃんです予想されてた方もいたでしょうか見たことある人はみんなまあ1位に納得かどうかともかくとしてすごい話だったっていうのは みんな一致してると思うんですよね。この話を平常心で受け止めれる人類なんていないんじゃないかなと僕は思うぐらい非常にインパクトがあった。 お話でした。まずね、この話大事だなと思っているところが、主人公の美穂っていう小学生の女の子なんですけど、この美穂を演じているのが、ヒイラギルミさんなんですね。この方、どういった方かというと、この年の秋にはですね、千と千尋の神隠しが公開されていて、このヒイラギさんは千尋の声を演じていた。 あの国民的ヒットの映画のジブリのヒロインを演じていて、まあ正直この頃、このヒイラギさんのこと、イコールもう千尋だと思って見てる人がたくさんいたと思うんですね。であのジブリの女の子が、 主役の話だったというのが、まずこの話は重要なポイントだと思います。そして、えー、このみほちゃんもね、アニメから出てきた女の子みたいな服装させてるんですよ。もう麦わら帽子とか被らせて、もう漫画に出てくる可愛らしい女の子みたいなファッションで登場させて、病院のおばあちゃんに会いに来る。 ところが始まるんですね。病院でもう喋ることもできない。まあ管につながれていて、意識があるかどうかももうわからないような状態になってるおばあちゃんのところに、まあパパとママと一緒にこの主人公のみほちゃんもお見舞いに来るんですけれど、お父さんの方が入院しているおばあちゃんのお子さんで、まあお母さんの方はそのおばあちゃんから見たら息子の奥さんっていう立場なんですけれど、美穂のお母さんの方はもうお見舞いに行くのとかもちょっと嫌なんですよ。 なんでわざわざそんなとこ行かなきゃいけないのみたいな感じで、ずっと文句を言ってて、言ってしまえばおばあちゃんに対して家族みんなが愛情あるわけではなくて、結構めんどくさいな、もう介護めんどくさいな、みたいな家族の雰囲気がある中で、でもそのみほちゃんはちょっとおばあちゃんのこと気使っているというか、気にしているっていうところで、その優しさが際立つ、いい子なんだろうなっていう。みほちゃんにだけ、このおばあちゃんの心の声が聞こえてくるんですね。 おばあちゃんが、あさっての朝になったら自分は死んでしまうと、女の子に伝えるんですね、美穂ちゃんに。自分が死ぬ前に、どうしてもやり残したことがあるんだけど、美穂にお願いしてもいいかいって言うんですね。で、みほはおばあちゃんの気持ち伝わって、何をしてほしいのっていうふうに聞くんですけど、おばあちゃんが、どうしても会いたい人がいる。死ぬ前に会いたい人がいるから、美穂の体を貸してくれってお願いするんですよ。で、それを言われた美穂は、 怖くなって、無理って言って、最初逃げ出すんですけれど、その逃げ出す美穂に向かって、おばあちゃんが会いたいのは生き別れた弟なんだよっていうふうに言うんですね。それを聞いて心が動いちゃうんですね。おばあちゃんのところにもう一回来てくれて、あさってまでには戻ってきてくれるんだよねって言っておばあちゃんも、うん、絶対戻ってくる。約束するからって言って、おばあちゃんとこの美穂ちゃんが入れ替わるんですね。 で、もう、あの、おばあちゃんの中に入った美穂は、痛いよ苦しいよ助けてみたいなことを言ってるんですけど、ま、みほちゃんの中に入ってるおばあちゃんがごめんね、戻ってくるからそれまで我慢してって言って、その病院から去っていく。 ね、えー、それが、ま、この物語の、ま、冒頭プロローグになるんですけれど、この話ね、世にも奇妙な物語で放送されていたことにすごい意味があると僕は思ってるんですね。実は世にも奇妙な物語って、初期の頃は確かにホラー系の話も多かったし、バッドエンドの話の割合がすごい多かったんですけれど、だんだんね、バッドエンドじゃない話も増えてきてたんですよ。で、2000年代になると、結構ね、あの、しんみりするいい話とか、純粋に感動する話もどんどん増えてきてて、90。 99%の人間はこの話はいい話枠の話なんだろうと思ってたわけですよ。で、みほちゃんのね、えー、体を借りたおばあちゃんが、翌日会いたい人のところに会いに行くんですけれど、久々に動けてるからなんですよ。なんか、道に子供の落書きでチョークかなんかで丸がいっぱい書いてあった。 ピョンピョン飛び跳ねて遊んだりとかハンカチを丸めてなんかお手玉遊びとかを瓦とかでして久々に自分の体でいろんなことができるっていうことをもう一度最後に感動してるおばあちゃんのそういったものも見ててすごいなんか僕はお年寄りの人ってそうだよなもう自由に体が動かせることだけでもあのこんなに楽しいことなんだろうなって伝わってくるんですそういったまあ遊んでるシーンがあった後に会いたい人に会いに行きます。 ここでちょっとね、話と違うなっていうところがあるんですけれど、おばあちゃんは弟に会いたいって言って、みほちゃんの体を借りるんですけれど、会いに行くのが、どうもね、昔好きだった男の男なんですよね。 弟っていうのは嘘で、結婚実際にはできなかったんだけど、若い頃に好きだった男が今どうなってるか見に行きたくて、で、見に行ったら、介護がね、結構雑にされてて、その、面倒見てる人からご飯もちゃんと食べれてないのをすごい怒られたりとかしてて、まあ、ちょっと邪険に扱われてるんですね、かつて好きだった人が。で、それを見てすごい心を痛ませる表情とかを見せるんですね、その美穂ちゃんが。その男のところに美穂ちゃんが、まあ、行って、 でご飯を食べさせててあげてたら住んででる人たちががにに勝手上りこの辺でちょっと予定が狂っちゃって、あの、早く美穂が入院してる、まあ、おばあちゃんが入院してる病院に行かなきゃっていうシチュエーションになってるんだけど、警察に捕まっちゃったから、なかなかあの、苦しんでる美穂のところにおばあちゃんが行けないっていう状況になるんですね。でもまあ、いろいろあって、タクシーに乗って、 で、自分が入院している病院に向かうんですけれど、あの、お金が足りなくて、山道行かなきゃいけないっていうところで降ろされて、ちっちゃい体で山の中を必死で走って、ミホ待っててね、苦しいと思うけど待っててね、必ず間に合うからって言って必死で走っていくわけですよ。で、最終的には病院にたどり着いて、 苦しんでる美穂に向かって、えー、おばあちゃんの体の中にいる美穂に向かって、ここまで耐えてくれてありがとうって感じで会って、で、えー、みも、おばあちゃん来てくれたんだねって言って二人で会話をしているんですね。そしてですね、おばあちゃんが言っていた通りに、その日の朝におばあちゃんは亡くなってしまうんですけれど、物語はここで終わらなくて、ここから何十年後かの先の話に、 なりますここで出てくるのが美穂のおお母さんんのの葬式のシーンなんですねそこに大人になった美穂も、えー、葬式の会場に座っているんですけれど参列者の人たちも帰って一人になったところで美穂がお母さんの家を見ながら突然持っていたハンカチを丸め出してなんかお手玉遊びをしだすんですよ。でこれ見た瞬間えまさか と思うんですけれど、ここからモノローグが、大人になった美穂のモノローグが入って、美穂には悪いことをした。そうなんですよ。あの、おばあちゃん、病院までは行ったんだけど、体をお孫さん、美穂ちゃんに返してあげてなかったんですよ。直前になって心変わりしちゃってたことがわかるんですね。で、なんでそんなことしたのか。まあ、単純に行きたかったのか、そういうことなのかなとも思ったんですけど、その後に、えー、美穂のお母さんの家の方を見ながら、 だって、あのまま私だけ死んだんじゃ不公平じゃないみたいなことを言うんですね。これどういうことかって言うと、序盤の方にもそういう伏線が張ってあったんですけれど、美穂のママは病気で入院してる。おばあちゃんに対してすごい邪険に扱ってて、もう早く死んでくれた方が介護とかもせずに楽だし、みたいな。もうそういう感じのお母さんだったわけですね。だから私このまま死ぬんじゃなくて、老人になって寝たきりになった。あの美穂のママを。 散々いたぶってやろうっていう復讐心みたいなものが芽生えてしまって、その復讐心が孫の愛情に勝ってしまうっていう、ここがやっぱ怖いんですよね。本当にあの、ジブリの映画を見てたら、最後がものすごい後味悪い話で終わるみたいな、隣のトトロのオチがジオンだったみたいな、この大どんでん返しは、やっぱり世にも奇妙な物語の中でも、間違いなくトップクラスの衝撃的なシーンだったと思います。 二日間にわたりお付き合いいただきありがとうございました。正直発表を直後に言うことじゃないかもしれないですけど、このベスト10で良かったかどうか未だに葛藤が、結局その日の気分でね、逆に言うと、世にも奇妙な物語のランキングをやる意味っていうのは、皆さんもそれぞれ自分だったらこの辺を推しに選ぶとかね。 そういうふうな楽しみ方もできると思いますし。でも、まあ、ね、今日の授業を聞いた皆さんはあの、ぜひね、あの DVD などで、あの本編を見てほしいです。まだ見てない世にも奇妙な物語を見たら、本当このベスト10の作品に並ぶぐらいの傑作なもう、うじゃうじゃ、たがたがの島とか見て、あ、でもね、 すみません。タガタガの島見てほしいと思ったんですけど、タガタガの島は DVD になってないんですね。その、全話見るのは結構難しいんですけれど、ただこれはもう、ユーマ探しと一緒ですよね。あの、みんなも頑張って見てほしい。情報収集をぜひ皆さんしてほしいですし、する価値が世にも奇妙な物語にはあると思います。